い、皆さんこんにちは、ワンダリングルビジです。では今回は信長の野望大使続きをプレイしていきたいと思います。で前回ですね、美濃平定後、まあ、大半を平定後、南近江観音寺野寺の安土城の立つ観音寺に進出、ただ同時にですね、今川勢も伊勢から日野城へと進攻をかけていて、まあ、勝ち合うような形から今川勢が兵を美濃に送ってくるということで、吉本自ら 23,540 の軍勢で鳥峰城に進軍中という状況です。一方信長の方もですね、観音寺から急遽兵を返して今鳥峰まで取り付こうというところになっています。なので今回はまずはですね、吉本のこの軍勢を打ち破るところからになります。なんとかね、吉本をここで撃退しておきましょう。では進行していきます。吉本を打ち取ることができればそもそも桶狭間が起きなくなっちゃうかもしれませんけどね。で今回から軍師は半兵衛になってますね。いや、やっぱり秀吉よりも半兵衛の方が安心感があるな。で配置の方を見ておきましょう。神出鬼没はそのまま使うにしてだ、強襲隊を誰にするかですね。強襲隊1人は勝家十分だ。もう1人は数正ですね。いいですね。であと部隊を見ておきましょう。でまず信長の本隊、ここには利家とあとは半兵衛が入ってます。まあ、これねかなりいい布陣だと思います。まあ利家はね、信長の護衛兼側近ですからね。かつ半兵衛もいると。であとは勝家で一正のところには滝川の出身とも言われている前田慶次を入れています。であとは成政で、あと森義成には鉄砲隊で、あとは長近、まあ、長近のところがちょっとどうかなというところですね。あとは井伊直盛と、あとは柳田ですね。ちょっとねいまいちな感じの絵にはなってますけど、結構柳田っていう武将自体は好きなんで、ちょっと前にもお話したと思うんですけど、桶狭間の戦いで吉本の本陣の場所を知らせたのはこの柳田だとも言われていますけどね。さあでは軍を進めていきましょう。まずは利家、勝家の部隊を前に進めて、足並みは揃えたいんですよね。これでいきましょう。奇襲がうまくはまればここでも吉本の軍勢を撤退させることができるかもしれない。画面の左上に出ている数字のところに青と赤のゲージが出ていると思うんですけど、数字がそのまま兵士の数になっていて、ただそれって勝敗に直接影響するところではなくゲージなんですよね。ゲージ青一色で染めればその時点で勝利ができるんで、そのためにはね、味方に有利なことがいっぱい起きればたとえ兵で劣っていても十分に勝利できるんで、そういう状況をちょっと今回は作り出していけたらいいかなと思ってます。じゃあそのための条件って何かっていうと、奇襲だったり敵を回想させたり撤退させたりっていうところなんですよね。でそのために何をしていくかっていうことになります。まずは敵の先陣は誰だ。酒井忠次だな。いやー忠次が先陣か、強敵だな。吉本の本陣は動いてないですね。となればだ、まずは一正は強襲隊になっているんで奇襲特化状態になっているということであれば背後から襲いましょう。水の隊を背後から襲い、柳田隊はそれを引きつける役割でその場に待機で、吉成は鉄砲を撃ってもらいましょう。もう鉄砲撃てるでしょう。鉄砲撃って、長近はあんまり前に出すと危険なんで長近はその場に待機させて行きましょう。で、関森の部隊はまあ言ってみればこの中ではカスと言ってもいい部類の武将にはなるんで、ちょっとね失礼な言い方ですけど、これで一気に敵を削っていきましょう。まずは敵を1体2体回想させることが重要ですからね。
よし、そしたら柴田を出して、策士ひるませる策があると。じゃあ敵の攻勢を大きく削ぐというこの策士を使いましょう。これ半兵衛使えますからね。で忠次は囲みましょう。囲んで戦意を削ぐ。よし、横槍が入ったね。さらに奇襲も入った。放て。さらに刑事の歌舞伎者が発動しましたね。で奇襲もはまった。で吉本の本体は動いていない。この状態で今青のゲージがずずずずっと伸びてきてると思うんですけど、これをいっぱいにすればその時点で勝利になりますからね、たとえ劣勢であっても。ではこのまま敵を突撃で沈めましょう。鬼柴田も使い、稲葉隊はこのまま敵を追撃。信長の本体はここで策士を使ってさらに敵の戦意をそぎましょう。で突撃を使い、ここは調子を使いましょう。いや本当にあれですね、前回試作で工作かな試作かなで先方提案率上昇を入れたんですけど、かなり有効ですね。掴んだ勝機逃しはせぬ。苦の手じゃ、見せてやる。放て。よし、石体はほぼほぼ配送したな。そしたら柴田隊で追撃をかけて、信長の方に回りましょう。よし、歌舞伎者が再び発動したな。さらに奇襲も決まった。このまま柴田隊で駆逐させればいいな。半蔵が来てるか。半蔵が来る前にこちらの隊も改装させておきたいな。よし、これでいいかな。今圧倒的にこちらが押してるんで、このまま押し切りたいですよね。一旦一息つかれると戦力的に不利ですからね、こちらが。よし、改装させた菅沼隊を。さらに氷機体も改造。一気に勝利を我が手に。まずは、柴田隊はこのまま、石隊を追撃しましょう。で改装中の部隊に関しては足止めをさせて壊滅させる。これで氷機体を完全に階層から撤退に追い込みましょう。で吉成は鉄砲を撃って、長近は急襲。
末崩しを打って背後から臨戦でカズマスがとどめを刺すと、結構いい感じですね。このまま全部の策がはまってくれれば吉本のゲージをゼロにすることも可能だな。頼むぞ。もう一押しだね。もう一押し、もう一押し。何かしら撤兵させるなり 何かしらできれば決まるな。もう一部隊階層に追い込めれば決まると思う。柴田を、勝家を追撃じゃなくてこちらに残しておけばよかったかな。よし、改装させた。決まる、決まるんじゃないか。決まりましたね。いやー、兵3000ほど失いましたけど、まあとりあえず島トリミネ城を失わずに済みましたね。大軍を撃破。今川家との決戦に勝利。よくやってくれたね。そしたら半蔵とかっていられても困るんで、半蔵に関しては処刑しましょう。で、森信とかは逆にまた出てきてほしいんで残しますと。いやー、なかなか手に汗握る決戦でしたけど、やっぱりあの信長の方は足軽メインで組んでる分、かなり強力な軍勢に仕上がっていたっていうのが勝因ですかね。騎乗しましょう。で、この後はですね、再び伊賀上野城の攻略かな。次は、いや、日野城が先か。いずれにしてもちょっと国力の状態と志を確認しておきましょう。まず信長の方は前回最後ですね、兵の分離の中から軍役免除を出しました。で、あとは鉄砲2000以上を所持すると三段撃ちが発動して、鉄砲の攻撃力が上がるっていうのが出るので、ちょっとこれもねやっていきたいなと思っています。で、楽一楽座の方は市場開放がまだできていないんで、15個以上の証券に進出するっていうのをねやっていければいいかなと思います。では進めていきましょう。いやー、かなり厳しい戦いでしたけど、まあ、なんとか勝利できたんで、流れが変わってくれればいいんですけどね。で、姫が出てきた、ゆうちゃん。統率86は欲しいけど、まあ、姫にしましょう、ここは。報告いたします。先月の収支でございます。これより表情ですね。堀尾義治がいて、常ちゃんがいるね。常ちゃんと秀吉もいる、長秀もいる。今回結構期待できるな。義治が五光を放っているっていうのもいいですね。では見ていくと、義治は商業19、軍事11、論議12、これ採用決定。秀吉は軍事13、論議33、これも決定だな。うわー、長秀もいいね。農業27、商業10、軍事10、決定。常ちゃんは、いや、常ちゃんもいいんだよね。いや、待って、これちょ、誰どうするにすげえ悩むな今回。常置には絶対入れよう。そうすると、あとは軍事は欲しいけど、庭長秀の方が農業が入ってて嬉しいよな。となると五光を放ってるけど、申し訳ないけど義治の提案を退けて、秀吉、それと庭長秀に常ちゃんにしましょう。じゃあこれでいきましょう。で、さらに牛一からだな。牛一からは肥料数増加、農業の肥料が増えるっていうのはいいですね。で、桑山からは決戦後兵数回復中、決戦後に兵数が回復する。え、本当にこれすごいいいね。これすぐにでもやりたいな。連戦自宅、ちょっとこれ見てみます、どんくらい必要か。
連戦は、軍事が160、論議が80必要なのか。ってことは、論議と軍事はちょっとしばらく控えめにしておいた方がいいですね。で、そうなると、農業系で言うと、まあ、できるのは何もないな。ルミン保護やると、ルミンの増加率が上がるのか、どうしようかな、これやっとく？ただ、そうすると、この先やりたいであろう連戦自宅が遠のくな。この後合戦が続くことを考えると、ちょっとここは温存してでも、連戦自宅優先で決めた方がいいね。そうなると、まず論議があと24。で、軍事があと90足りないですね。よし、じゃあ先に進めましょう。で、長森と山口ですね。この辺りはじゃあそのまま登用しましょう。使えてくださいということですね。で、六角があとどんだけ兵が残ってるかっていうと、それでもまだ3600残ってるのか。で、日野城を攻略するにはちょっと厳しいよね。まずは配属しておきましょう。観音寺にもうちょっと武将を入れておきたいんで、岐阜から人を移しましょう。利光を入れるか。優秀な武将をね、いっぱい残しておいてももったいないといえばもったいないんで、あとは前田玄義とか入れとく。で、青木、こんくらいをじゃあ観音寺に入れましょう。で、他で言うと、まずやっとかなきゃいけないのが商業ですね。進出して、あとは、どっか進出できるところある？ないよな。となれば、お金はあんまりないんで、投資ができるところもないか。まあ、できるけど2190使う価値があるかっていうとちょっとないよね。一旦終わりにして足軽を歩兵していこう。岐阜で4600。かしこまった。このまま1560年まで待ってみて、一旦そのさっきお話していた桶狭間の戦いがどう起きるかっていうのをちょっと見極めておきたい気もするんですよね。とはいえ何もしないというのもちょっとナンセンスなんで、お金が3000か。そうするとやっぱり商業ちょっとずつでも薄くでもやっといた方がいいんだよね。収入が多いところに、まあ、やっとくかって話だけど、稲葉山は費用が4500もかかるか。それは無理だな。そうするとパッと見安いところにちょっとずつ薄く投資しとく。そうすると犬山証券だと証券の生産がプラス、105になるんだな。どうしようかな。ちょっとお金がね、あんまりないっていうのはあるんですけど、何もしないでいると結局お金全然増えてこないんで、まあ一応やっときますか。やっといて、この次のターンでまたちょっと動きを見よう。もうあと 2,3 ヶ月すれば桶狭間の戦いが起きてもおかしくないんで、1560年の6月になって桶狭間の戦いが起きなかったら新たな動きをしていきましょう。まあ、今川戦にするのか、それとも上洛を優先するかですね。報告いたします。まあ、今川をこのままにしておくっていうのは原則ないと思うんで、今川を叩くっていう方向になると思うんですけど、にしてもね、すでにもう武田とも国境を接しているし、危険は危険なんで、なんとかしたいな。では、まず岐阜城で種まきをしておきましょう。
であとはどうしようかな、もう一回商業にする？お金がないから多分何もできないな。しょうがない。一旦このままにして、6月までおとなしくしてましょう。鉄砲もね、2000丁集めたいし。報告いたします。これより表情を行さあ、う。ここは表情では、軍事と論議を優先してあげていきましょう。まずは、信長軍事41、ありがたいね。商業31も大きいけど、勝家の軍事13、論議29だな。あとは、定勝の商業31もすっごく美味しいよね。軍事6。で、あと、検討するとしたら、信盛の論議26なんですけど、ここはまあ定勝だな。こ定れで勝にしま表しょ情を終える。う。御用商人抜擢。どんなんだろう。ちょっと見てみます？御用商人抜擢がどんなものか。鉄砲購入費用減少。うわ、これやりたいわ。めちゃくちゃやりたい。けど、これをやるには、国財運用を所持する配下が3人必要か。今、3分の2なんで、またできないということですね。連戦自宅のためには、軍事がちょっと足りないですね。で、商業と農業は使ってもいいんで、商業と農業からなんかやってみますか？施策強化以外でできる。ルミン保護。ルミン保護をやると、ロンギエを大量消費するんで、ちょっと厳しいね。となると、結局できることは、ゼニの力。ゼニの力もなー、やりたいけど、今、軍事は抑えたいんで、今回のターンもちょっと施策はスルーしましょう。で、どっかないかっていうと、どこもないのは毎回変わらないよね。何もしてないから変わるわけはないんですけど。ちょっとお金ないよな。いや。美濃金山証券は可能だ。プラス60しかないけど、何もやらないよりはいいだろう。今すぐ金が必要だっていう内容はないんで。まあ、できれば鉄砲買いたいですけどね。六角が北畠に侵攻か。これ見るとおそらく7000、いや1万を超える軍勢になるのか。で、伊賀上野に侵攻するの？これはこちらもいつでも侵攻できるように、ハエの作戦を発動しよう。伊賀上野に侵入できるように、水口に。兵を集めておこう。兵5000で決定。ちょっと待ってくださいね。使いの者が来たようです。六角から講和か。まあ、これは拒否だな。拒否するとしてた。怖いのがこっちだ。どこに行く？どこにも行かないよね。今川勢が怖くてしょうがない。出陣するぞ。伊賀上野城で三つどもえの戦いを展開しよう。何？北畠が城を取ったか。北畠と今開戦する意味はないんで、兵を引こう。戻るぞ。六角が滅びたね。いやー、六角滅びんの早かったな。そうすると長島城でも叩いとく？長島城を叩いておいて、今川に備えますか？まあ、それぐらいしかちょっと思いつかないな。じゃあ一旦ここで収めましょう。
でちなみにね、ちょっとあんまりこんなことは言いたくないんですけど、2回ほど落ちましたね。 PS4 版でプレイしてるんですけど、プレイの途中で2回ほど落ちました、ゲームが。ちょっとそこがね、残念なところだったんですけど、ちょうどいい感じでプレイしてたんで、しかも、まあ、しょうがないですけどね。進出をして、あと進出できるところある？ないよね。さあこれで起きるかどうかだな、桶狭間の戦いが。実際に桶狭間は起きないか、なんか条件があるのかもしれないですけどね。報告いたします。よし、桶狭間の戦いは起きないことが分かったんで、どうしようかな。まずは軍事37上がる長秀は決定でしょ。あとは利家も軍事10、あと軍事が上げてくれて論議が上がる不安密あるですね。これで表情を終える。で証券支援、証券支援って何だろう、ちょっと確認しますか。証券支援は無限資、無資源証券成長中。うん、なるほど。ってことはまだまだだな。ゼニの力、いや連戦がいけるな、連戦がいける、連戦やろう。連戦やってゼニの力もいけるね。ゼニの力は通常証券からの収入が上がる。よしやろう、よしよし、いい感じだな。で肥料増産もいける。着々と国力はついてきてますね。そうなるとまずは長島城を攻めて、自分のところの兵力を増やすっていうところかな。まず見ておかなきゃいけないのが今川勢の力なんですけど、今川はというと兵数7万4000か、相変わらずすげえな。戦意もそれなりにあるし。で信長はというと、2万3000、まあ増えてはいるものの厳しい状況だな。で浅井は6000か、ちょっと頼りにならないよね。となると他結んでおいて損がないところで言うと、北畠はどう？今川と北畠が結ぶと厄介だけどね。なんとかね、今川の力を削いでおきたいんですけど、そのためには長島だな。長島を削っておく？であとはできることをやっておこうか。歩兵だな、末盛城。かしこまった。で観音寺でも歩兵。かしこまった。で長島城を人の身にするっていうのがいいかな。報告いたします。先月の収支でございます。で一旦そういう意味では交渉で今川と和を結んでおいてから長島城を攻めよう。それがいいですよね。長島城を取れば少しは楽になるでしょう。金銭1000、全然いいよ、金銭1000で済むなら安いもんだ。よし、となれば早速宣戦布告していこう。武田と、いや本願寺武田と組んでんの今。武田とね、その言っても国境接してるんで、あんまりこと構えたくないんだよな。そうなるとどこを攻めるのがいいかというと北畠かな。北畠を追い込んでおく。北畠のちょっと国力見ておきましょう。17000、まあこちらの方が上は上か。
よし、じゃあ北畠に焦点を変えて北畠を叩いて、北畠の米材外交状況を見ると、足利将軍家と通商、今川と通商、三好と通商だけだな。通商だけだったら全然いい。浅井は足利、浅井、織田、若狭の武田家ぐらいですね、国境を接している敵対勢力は。よし、だとすればこれは完全に北畠に戦線を布告していこう。俺の波動を阻む者、生かしてはおけぬ。その通り。で、今8月でしょ、来月には金が入ってくる。ここは兵を進めていきましょう。出陣設定でどこに攻撃隊を送るかというと、まずは伊賀上野城かな。伊賀上野城に、兵を出していきましょう。で、武田ともちょっと吉見を通じておく必要があるんで、武田に対しては得意の土下座外交を展開していきましょう。報告いたします。ご命令よ。まずは武田に対しては親善で、どうしようかな。秀吉だな。秀吉を出そう。で、しばらくは金が困ってくると思うんで、何もせずに、長島城は奪えないのであれば、何はともあれ、北畠を攻略しにかかりましょう。かしこまった。鳥峰はもうできない？ちょっと待って、何が足りないの？金が足りないか。しょうがないな、金がないっていうのは。武田に対してどうにもできないもんね。そうなると、兵糧を売却しよう。少し。武田に対しての吉見を通じるは絶対やらなきゃいけないんで、金を売ってでもやって、んで、兵糧が欲しいけど、ちょっと、どうしよう。ここは先に宣戦布告して攻撃隊を送る方が先だな。そうすると、待って待って待って、そもそもいけないけ、そもそもたどり着けない系ですか。仮にこっから1万8000出しても、伊賀上野に兵が進められないのか。ちょっと待ってくださいね、確認したいけど。そしたらですね、時間が長くなってきたので、一旦ここで終わりにして、次回ですね、この続き、北畠攻略戦お届けしていきたいと思いますんで、それまでにちょっと伊賀上野に進行できるかどうか確認しておきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。